小さい頃からお話を作ること、まあ、物語を自分で考えて、登場人物だったり、キャラクターだったりを書き写したりとかしていました。そのノートは誰にも見せずにいたんですけれども、ある日新聞紙の束を見た時に、衝動的にその中にノートを入れてしまって、想像するのをやめようと思って多分入れたんだと思うんですけど、その後より想像癖がエスカレートして、学校に行ったらもう授業中は常に想像の世界に浸っていて、まあ、そういう状態が10年ぐらい続いてしまって、美術の大学に行こうと思ったのが、高校3年生の時だったんですけど、絵を描き始めたらピタリと収まった。どこの角度から見ても、作品が美しく見えるように、作りたいと思っていて、結果面をこう美しく作ることによって美しいラインが生まれてくると、考えています。今ちょうどツバメが飛んでいったんですけど、線を感じるというか、まあ、鳥以外にも木の枝であったりとか植物がこう伸びていく様子だったりとか、山の稜線であったりとか、やはり自然の中に多くの美しいラインが存在していると思うので、まあ、そこを表現しているんじゃないかなと思います。最初にこう漆を見た時に神秘的な印象があって、影を連想させる存在だと。それで影をテーマとした作品を初めて展示して、光を当てて見たところ作品に影が映った。その体験が後に自分の中で陰影という日本の美的感覚をテーマに作品を制作していこうと思う最初のきっかけになったことだと思っています。想像するときに何か自分で新しいこう生き物とかノートに書いたりとか、あれからもう30年以上時間経っていますが、今の自分も形は違うとはいえ生き物をこう作り続けているけど、やっぱり何かこう幼少の時のその体験と今もやはりこうつながっているんじゃないかなっていうふうに思います。自分の中で作品作りっていうのが楽しいことなんじゃないかなって思ってたんですけど、そうじゃないってことに何年か前に気づいて、じゃあ自分にとってどういうことかって言ったら、もう完全に 無の状態に近い、喜びでもなく苦しみでもなく、作品を作ることは空っぽになれるというか無になれる感覚ですね。